大田康氏示せは、広島県福山市出身のプロ野球選手、宇藤右内、北海道日本ハムファイターズ所属。広島県立三次高等学校で当主であった父の影響を受け、福山市立川口小学校1年の時にソフトボールを始める。5年からは、南式野球クラブ、友古城クラブでプレー。福山市立城南中学校2年時に、 秋の県大会で優勝。中学時代の所属クラブである松永ヤンキースでは上元総司がおり、中学2年の時は三遊間、3年時はバッテリーを組んでいた。同年に元プロ野球選手が指導する野球教室に参加し、原辰則からスイングを褒められたことで、原の母校である東海大相模高等学校への進学を決める。 東海大相模高校では1年春から三類手としてベンチ入り。1年秋には4番に座り、2年秋からは首相を務めた。3年春に遊撃手に転校。3年夏の第90回全国高等学校野球選手権に来た。神奈川大会決勝では大会新記録となる5本目のホームランを放った。甲子園出場は果たせなかったものの、 高校通算本類が65本、推定140メートル弾を放つ、パワー、投手として、最速時速147キロメートルの地形の強さ、デレクジーターを彷彿とさせる大型遊撃手である。ことなどから、ドラフト上位候補として、スカウトの注目を集めた。高校の一学年先輩には、菅野智之、田中博介がいる。当初は、 東海大学への進学を表明していたが、提出期限日に、プロ志望届を提出。2008年度ドラフト会議にて読売ジャイアンツと福岡ソフトバンクホークスの2球団から1位指名を受け、抽選の結果、巨人が交渉権を獲得。契約金1億円、年俸1200万円で仮契約。背番号は、松井秀樹のメジャーリーグ遺跡以来、 準英久欠番扱いとなっていた55に決まり、選手寮では松井や坂本隼虎が使った部屋に入居。巨人時代2009年はキャンプから注目を集め、新人ながら、原監督から打撃指導を受けた。3月20日のイースタンリーグ開幕戦に3番、三塁手としてスタメン出場。フェンス直撃のタイムリー二塁打を放ち、公式戦初打点を記録。 4月24日の湘南シーレックス戦にて公式戦初本塁打を記録。6月17日に初の一軍昇格。6月21日の千葉ロッテマリーンズ戦で代打として初打席に立ったが三球で空振り三振に倒れた。以降は二軍でプレーし、四番三塁でスタメン出場した8月4日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で2回にダレルラズナーから バックスクリーン右へ11号同点ソロ、8回2一1塁の場面で、吉崎勝から左中間にへ12号に乱と、プロ入り初の1試合に本塁打を放った。ファームでは101試合に出場し、打率、238、17本塁打、56打点、16、盗塁の成績を残した。 2010年は6月12日と13日の福岡ソフトバンクホークス戦に8番一塁手で先発出場したが、計6打数無安打に終わった。1軍での出場はこの2試合に終わった。一方、イースタンリーグでは101試合に出場し、打率265、本塁打21、打点70、本塁打と打点でリーグ2位を記録した。 10月23日から台湾で開催された第17回アイブフインターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれた。2011年も開幕を憎んで迎えたが5月16日に一軍昇格。5月18日の楽天戦で延長10回1四万塁の場面でプロ初安打を放ち、これが決勝に点的時打となった。しかし、守備面の不安に加え、 28打席四安打球、三振と打撃でも結果を残せず1軍定着はならなかった。より打撃に専念するため、6月以降は2軍で外野手としてプレー。1軍では12試合の出場に終わったが、イースタンリーグでは105試合に出場し打率、254、本塁打は6本と大きく減らし、三振はリーグ最多の109。一方で、盗塁数は、 リーグ2位の28を記録した。周期キャンプにおいて、ガイア州へのコンバートが正式に決まった。2012年は年始に、安倍晋之助や長野久吉らと共に、グアムで自主トレを行い、春季キャンプから一軍に帯同。オープン戦では21打席連続無安打など、絶不調ながら、ガイアの一角として起用され、自身初の開幕一軍入りを果たす。しかし、 開幕後も調子は上がらず4月10日に2軍降格。9月1日に最小格し、同日の DNA 戦に7番一塁でスタメン出場。先制タイムリーを含む3打点、自身初の猛打賞の活躍でお立ち台に上がった。9月23日のヤクルト戦で、待望のプロ第1号本塁打を放つと、9月25日の広島東洋カープ戦でも、 バックスクリーン左に2試合連続本塁打を放った。リーグ終盤戦では、中堅手などで17試合にスタメン出場。最終的に21試合に出場した。しかし、CS 日本シリーズではベンチからも外れた。11月からはアジアウィンターリーグに参加。3本塁打、オプス980を記録した。 2013年は2年連続で開幕1軍入りするも同じ外野手の橋本イタルや亀井義行らが優先的に起用され5月2日に登録を抹消されて以降はほぼ2軍でシーズンを終えた2年続けて21試合の出場に終わり本類打も打てなかった10月5日には自転車で転倒して負傷し教育リーグの遠征メンバーから外された この年も二軍での三振数は圧倒的に多く4年連続で二軍の三振王となっている。11月26日、背番号が44へ変更。後に55を剥奪された時の心境や55を返せつけるなと言われたことがあるとバースデーで告白している。2014年は開幕を二軍で迎え5月9日に昇格するも、 結果を残せず5月18日には登録を抹消された。その後しばらくは一軍昇格がなかったが、レスリー・アンダーソン、松本哲也、亀井義幸が次々と怪我で離脱し、8月8日に再び一軍へ昇格。主に松本に代わる守備がため、ダイソー要員として起用されていたが、9月17日の広島東洋カープとの首位攻防戦でこの年、第1号となる。 大打逆転にランを放つと、スタメン起用される機会も増え、リーグ優勝翌日の9月27日には4番中堅で先発出場し、プロ入り後初めての4番起用だった。巨人軍第81代目、平成生まれとしては、チーム史上初の4番打者となった。この年は44試合に出場して打率、246、日本塁が12打点をマークした。 オフの10月21日に日本プロ野球80周年記念試合の阪神、巨人連合チームに選出されたことが発表された。2015年は4月30日の中日戦で負傷の坂本に代わり4番に座ると3安打も打賞でお立ち台に上がる。5月13日の広島戦では第1号本塁打を大瀬良大地から放つなどほぼ1軍に定着し7年目で ようやく出場機会が増加。最終的には60試合出場、138、打席に36安打はいずれも自己最多、打率、277であったが、1本塁打3打点に止まった。2016年は6月3日の試合から一番中堅として、先発出場し、6月5日の北海道、日本ハムファイターズ戦では、大谷翔平から、 自身初の先頭打者ホームランを放った。しかしその後は2打席連続空振り三振に終わり、他の打者も大谷を攻略できず敗れた。一番打者でのスタメンも多かったが、打撃好調を維持できず、に区に降格。最終的にこの年は、自己最多の62試合に出場し、4本塁打を放ったが打率20、202と低迷した。2016年11月2日、 吉川光を石川慎吾との交換トレードで久門勝彦と共に北海道日本ハムファイターズへ移籍した。11月23日のファンフェスティバルで背番号が33に決まったと発表された。非対抗の抜けた外野の補強ポイントとして活躍が期待された。2017年は怪我の影響で開幕に出遅れたが4月23日に1軍に昇格。 4月29日の楽天戦で、美間学部から移籍後初の本類打、5月3日のロッテ戦では、マスドナオヤからプロ初のサヨナラタイムリーを放った。5月12日のロッテ戦では、久井秀明から移籍後初の1試合に本類打を記録。年間を通して、左翼手のレギュラーとして起用され、10月3日のオリックスバファローズ戦でプロ入り9年目にして、 初の規定打席に到達した。左翼手のレギュラーとして118試合に出場し、打率258、15本塁打、46打点、出塁率302を記録した。2018年は開幕を7番、左翼手で迎えたが、怪我から復帰した近藤健介が左翼を守ることもあるため、右翼手のレギュラーとして出場。四月十四日のオリックス戦から、 2番、右翼手として出場し、金子千尋から2打席連続ホームランを放った。7月8日のロッテ戦で、田中康史洋から支給を受け左手大後、中手骨を骨折、9日に登録を抹消された。8月25日に出場登録され復帰した。怪我での離脱もあり、出場試合数は、前年より減らしたものの104試合に出場、打率27、274。 14本類打、59打点、出塁率、350を記録を残した。オフの12月26日に、背番号を超え変更。2019年も前年に引き続き右翼手のレギュラーに定着。自身の誕生日である6月9日の阪神タイガー,アース戦で、史上35人目となる全球団から本類打を達成した。また、これが、 通算本類打49本目であり、50本類打未満での達成は2015年の大引刑事に次いで2人目となった。自己最多となる132試合に出場し、打率289、自身初の20本類七77打点、出塁率325と、数多くの部門でキャリアハイを記録した一方で、併殺打22本はリーグワーストとなった。 オフの契約公開で3500万円アップの1億円でサインし、プロ11年目にして、年間の1億円プレイヤーの仲間入りを果たした。外野手に転向後、右翼の守備面では、守備範囲の広さや肩の強さで貢献している。高校時代に投手として、最速時速1 4 7キロメートルをマークした。 2018年は両リーグの右翼手で2位となるザー13.3を記録した。普段は温厚な性格であるが、記者のある質問で怒鳴ったことがある。2015年3月8日の阪神タイガースとのオープン戦終了後、記者から最近はなかなか結果が出ず、打率は2割を切りそうな状況だったが、と質問を受けている最中に、そんなのじゃない。そんなことに怯えていたら、 野球にならないから、と遮った。後日、大田の元に謝罪に行くと、大田は、あれは違う聞き方があるだろうと笑って許したという。ちなみに、この記者は2015年シーズンから、プロ野球を担当する巨人の記者で、プロ7年目の大田と同い年である。そのため、記事では、先輩から学ばせてもらったと書いている。2018年シーズンから2番台車として定着し、 つなぐ2番打者ではなく、攻撃の2番打者として活躍し、勝つためには、チームバッティングも考えないといけないんですけど、そうした奥深さであったり、新たな野球観にも出会えたと思っています。2番だから、バントや右打ちをしてくれとかそういうのは一切ないですし、2番だからこうしなくちゃいけないとか、そういう固定概念とかは考えないようにしています。きっと、 栗山監督もそれを望んで僕を2番に置いていると思うのでとコメントした。釣りが趣味であり、娘がいる。初記録その他の記録。ありがとうございます。